時は来た。ジョーカーの参戦に合わせて、キャラパワーの調整が。ついにこの時がやってきたようだな。桜井さん、どうかリザードンを救ってください。最弱四天王を卒業させてください。マジもう無理。リスカしよ。諦めないでください。フレドラの判定が下に伸びてるってことは、崖つかまりの相手に当たるようになったかもです。それなら大きな強化だ。それじゃあ早速。ぶち飛ばしていくぜ！行くぜ！行くぜ！敗北者？バグ修正だけで強化はなし。次のキャラ参戦までお預けだぜ。そんな、もういいよ。わかったよ。キャラが強化されないんなら、私自身が強くなってやる。その意気です、霊夢さん。聞いてるか運営。どんだけリザードンを見放そうが、私は使い続けるからな。覚悟しとけよ。絶対宣言じゃなくて媚び売りに注力すればいいのに。そりゃあ媚び売って強化されるならクスでも何でも舐めますけど。プライドとかないんですか。舐めてもどうにもならないのでおとなしく練習しますわ。さすがに一回はちゃんとした強化来るだろうから、耐えような。で、初戦の相手はインクリング。地上フレドラの範囲が下に伸びたことで、潜伏にも当たるようになりました。が、そんな状況ほぼない下田のバグだったので、実質意味なしです。むしろ強化されてるように見えるだけ悪質です。煽りです。悪質なのはリザ短期を世に放ってるこのチャンネルなんだよな。最近流行りのインフルエンサーってやつですよ。なんか響きがかっこいい。バカそう。リザ短期のインフルエンサーならいかくらい余裕でいけるよな。もちろん。対価のコツはローラーガードからのガーキャンウエスマ。これにつきます。今は状況的に別の技で倒しますがね。デスエアークロー。なんかそれっぽい解説だったぞ。相変わらず技名ダサいけど。とりあえずデスつけないと死ぬ病気なんでしょう。お気の毒に。デスノートのスピリッツつけてますからね。くっつそう。しっかり自分の名前書いときました。なんで死んでねえんだよ。こんな感じでイカのローラーをガードした瞬間ウエスマしましょう。シーステをスマッシュにすれば簡単にできるよ。そういうお役立ち情報をみんな求めてるんですよ。他なんかあったかな。水に入るとダメージ受けるとか、全然役に立たねえじゃん。役に立つ情報がたくさんあったら最弱四天王にはならないよ。悲しい現実を突きつけるな。まあ15回以上もこのシリーズやってるので、テクニックとか情報とかはあらかた説明しちゃいましたよ。それな。いやいや、まだありますよ。デススピンメテオとか、デスフライとか、リザより先にお前の頭をアプデしてくれ。ここ弱で距離を離してから、空中で様子を見てデスプレアテール。空中でローラーのタイミング伺ってるイカに刺さります。近距離じゃまずかせないので中距離戦にするのは当然ですね。そうそう。中距離で下強とかをこするのが勝利の秘策です。ここでクーエヌ復帰阻止。クラウドやジョーカーは大体これで死ぬけど、まあイカは無理だよね。しゃあない、地上での月杖に切り替えていけ。ガーキャンウエスミスりました。ゴミ。だがこれで決めてやるよ。ウエスマイズゴット。レイムイズバット。切れそう。最強キャラに立ち向かうクソ生まれイムちゃんをご覧ください。そういえば、ピーチデイジーって仕様変更で強化されたらしいですね。やばすぎだろ。家臣は卑猥な動画アップしてるし、キノコ王国最低だな。デスフライ、帰れ。ちょっとしたジョークですよ。見てください。状況は含有利です。もう勝ちました。華麗なる株キャッチをした後に、上に株を投げてコンボの用意。頑張れ不死身層。久々に復活しました頑張れ不死身層。パワーアップした私の姿、とくとご覧あれ。誰やこいつ。私の可愛い不思議そうちゃんが変なマスクつけた人になってるんですけど。かっこいいからよくね。よくないよ。ヨウム、思い出してくれ。パックン参戦した時に言ったじゃん。新キャラが出るたびにヨウムが試すって。この人たちの押し付け、ひどい。で、今動かしてるジョーカー、具体的にどんな性能してんの？スピードが速くて攻撃力がないけど、ペルソナを出すと攻撃力もカバーできるようになるってキャラだ。そうだよなヨウム。初めての人に聞かないでください。初めてにしちゃあそこそこ動かせてるじゃん。パックンよりは使いやすいので。前やったアイクよりいい感じだぞ。ジョーカーシリーズ化しよう。ペルソナリプレイなので無理です。てかクロムが勝手に死んできました。ラッキー。でそろそろ、うわめっちゃかっこいいやつ出てきた。羽あるから実質リザードン。このリザードン足長くない？クロムは外に出しちゃいましょう。そしてなんか下に銃出すやつで復帰阻止。
これ天空もどきに当てれば復帰阻止いけそう。クロム以外には普通に空下か空母が無難そうです。ペルソナが、しゃあない反落ガードしますか。カウンター苦手なんです。 FE 使う役がそれでいいの？その分は復帰阻止で賄いますから。は？は？ごめんなさい、届かない？神のリーチなんてそんなもんだぜ。はい、ここ反落ガード安定。まあ、カウンター失敗かよ。ペルソナ呼べたんで実質成功です。こうなってしまえばコスチのもん。復帰阻止の鬼、ヨウムを見てください。ふふん、どんなもんです。クロムだから刺さっただけ説。それは否めません。で、どうだった？ジョーカー今後も使うか？パックンよりマシですが、使う気はないです。私ケンキャラの方が向いてますしね。ジョーカーの方が向いてるんじゃ。そんなことないです。リドリー、てめえは私の手で潰す。こっちが上位互換なのを思い知らせてやる。でも現実は、うるさいうるさい。リップに潜むリドリーは強敵ばかり。油断してると死にますよ。でもね、でかいから他のキャラより気が楽なんだな。これがウエスマ当てやすいしね。リザがウエスマだよりなのがわかる発言だぜ。みんなもバンバンウエスマしてこうね。一心同体になるためにお風呂場で素振りしてイメトレしよう。キモ。お風呂はドンキーの下にある場所ですよ。え、行くんだけど。なんでや。ふわぁ、いい反応してやがるじゃねえか。サムスの両親殺してるだけあるな。関係ないない。しかし悪役は主人公に勝てない。主人公ポケモンナンバーワンのリザードンに負ける定め。ルカリオの方が主人公感ありますよ。あんなつくし部に18金目が大量にあるポケモンに主役を任せられません。リザードンも大概だろ。つくし部の闇。さて、バーストいきますよ。いえ、なかなか拮抗してるぜ。こういう勝負は燃えます。いいぜ、そうこなくっちゃ。それでこそリザードンのライバルや。勝手にライバル宣言はアホの特権。辛辣。この拮抗状態を崩すにはリドリーを崖に出さないと。崖にさえ出せばフッチンカスだから勝てるんだけど。来た、チャンス到来。ここで決めましょう。あ、これ直接戻るのね。じゃあ、じゃあ送ってやるよ地獄に。リドリー、確かにお前には強いクエムがあるかもしれない。でもリザードンには投げ場と強いウエスマがあるんだ。あ、まずい、これ死ぬやつがやめろ、ふざけるな。リドリーの復帰阻止はとても強力だ。みんなも下級とクエムには気をつけような。リドリー戦あるあるが濃縮されたしにっくりでした。もう許さねえからな。バーサークでスレイムちゃん状態になりますよ。弱そう。こっからは全国のリザ使い必見の立ち回りすっから、目ん玉かっぽじってよく見とけよ。失明不可避。じゃあ鼻でいいよ。中距離を維持しつつ下強や火炎放射で牽制すべし。相手が頭上に来たら上すまな。そして端に追いやったら崖上で様子を見て。デスフレアベル。これがリザードンの立ち回り。持って帰ってね。前半もこんくらい頑張れよ。最後はリザードン退場か。お楽しみに。新参者のジョーカーさんよ。コチトラスマグラ全作品解禁賞の大先輩や、敬意を持って接するんだな。確かにリザードンは全作品解禁賞だけどさ、初代とデラックスはモンボ参戦やん。あ、腰ね、切れすぎだろ。その理論で言ったらデデデやリドリーも解禁賞ですよ。ステージ背景よりモンボの方が格上だもん。なんだこいつ。注目のリザ対ジョーカーのカードですが、まあ多分リザードン不利ですね。一分もんの、でかいせいで A 派がきつすぎ打ちです。悲しいね。でもペルソナを出す前にクエム阻止をすれば楽になるかな。ペルソナがされたらどうするんです。全力で逃げながら火炎放射で遅延行為。まあリザならそうするべきだわな。そのための火炎放射ですからね。はい、来ました。作戦時。リザードン特有の飛び道具の的。ちなみに映画音は地面に着く前なら放射で消せます。意外と判定は弱かったり。崖プレッシャーやべえけど。ぶち飛ばしてるぜ。ナイスフレドラ。今回影薄すぎて忘れてました。強化されてたね。後でビンタしてやる覚悟しろ。さあペルソナ消える四国からが勝負。神に行くぜ。チンチン。もうちょっとウィットに飛んだ。上品な下ネタにしてくれよ。上品な下ネタ。おっちん。おっけらいってもんじゃねえよ。いつだって信頼できるのはウエスマだった。愛してるよウエスマ。これからもよろしくな。前作クエヌとどっちが愛してますか？前作クエヌ。この浮気者。いやお前誰だよ。私だってよりを戻したいけどさ、一向に強制される気配がないし。とりあえずペルソナが消えるまでガン逃げ火炎放射戦法なのでカット。
もうちょっとだ。映画音絶対命中トカゲ。でも耐え抜いたぞ。ジョーカー、確か原作ペルソナはターン制バトルだったな。ならこっからは私のターン。デスフレアでいい。屋根裏に帰るんだな。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回のリザードン動画はコラボ会、多分。